こんにちは、ダイビングインストラクターの山崎です。このチャンネルでは様々なダイビング情報についてお話をしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、今日はライセンス取得コースについてお話をします。ダイビングを始める方が最初に取るランクがオープンウォーターダイバーコースです。このコースは学科講習、プール講習、海洋実習のステップからなり、日本では4日間の日程が一般的です。水中世界を安全に楽しむための知識を身につけるのが学科講習です。パディオープンウォーターダイバーマニュアルや DVD を使った自主学習を行ってからダイビングスクールでの学科講習に参加するのが一般的です。全部で5つのセクションに分かれていて、ダイビング機材の選び方や使用前の準備、水中で困ったり問題が起きないようにするための安全ルールを学びます。またダイビング計画の立て方や水中で使うハンドシグナル、水中での圧力の影響なども学びます。各セクションの終わりにクイズで学んだ知識の確認をして、最後にファイナルエグザムを受けます。ファイナルエグザムは 75% の正解率で合格になりますが、万が一合格点に満たなくてもインストラクターが丁寧に説明をして再チャレンジできるので心配はありません。パパラギでの学科講習は11時から15時の1日コースになります。実際の海に行く前にダイビング機材の使い方や基本的なスキルを練習するのがプール講習です。体験ダイビングをしたことがない方にとって、この時が生まれて初めて水中で呼吸をする体験をすることになります。水中で普通に呼吸をしているということがとても不思議で楽しい経験になります。プール講習では一つできたら次へと進みますので、自分のペースでじっくりと練習をすることができます。通常は1日で終了しますが、自信を持って海へ行けるようになるまで何度でも受講してください。もし海に行くのに不安があるようでしたら、インストラクターに遠慮なく相談をしましょう。中にはプールの代わりに波のない浅場で行うスクールもありますが、パパラギではダイビング専用の温水プールを使用しています。湯河原店はダイビング専用の温水プールを併設しているので、快適に受講することができます。プール講習で自信がついたら、いよいよ海洋実習です。1日2ダイブ、2日間の合計4ダイブでプール講習で練習したスキルを実際に海でやってみます。プールと違って海ですから、練習中にもたくさんの魚たちを見ることができます。いやー、もう本当に感動しますよね。海洋実習が終了すれば、いよいよダイバーとして認定、世界中の海へのパスポート、ダイビングライセンスをゲットです。パパラギの海洋実習は東伊豆の城ヶ崎海岸をホームゲレンデとして開催しています。日帰りでも行ける海にカラフルな魚たちが溢れていることにきっと驚くでしょう。パディの基準では1人のインストラクターにつき8人まで担当することができます。パパラギでは4名までの少人数制とさせていただいてます。マンツーマンでも料金は変わりません。学科講習、プール講習、海洋実習を連続でご受講いただく必要はありません。逆に体力などを考えて1ヶ月間くらいで終了を目指すのがいいと思います。都市型のダイビングスクールですと、週末を2回から3回使って受けるのが一般的です。平日お休みの方はもちろんそのお休みを使ってご相談ください。夏場はプール、海が特に混み合いますので、平日お休みが取れる方は平日コースもおすすめです。ダイビングスクールによっては講習日程が限られているお店もありますので、スクール選びのポイントになります。いかがでしたか？ライセンス取得コースのイメージは湧きましたでしょうか？ぜひダイバーになって水中世界を楽しんでください。